これはリ、まあ僕はフリーソフト大好きっ子なんで、まあパワーポイントなんで MS のソフトは使わなくて、リブレオフィスインプレスを使って作りました。はい。じゃあいきますね。まあキュートクイックでのタブページの実装に手こずった話という形でちょっと話させていただきたいと思います。はい。まあ自己紹介とかはしないんですけど、で、まあ話の内容なんですけど、まあタブページとは何であるか。で、キュートで開発するときの方法としてどういったことがあるか。で、キュートクイックコントロール2でこのタブページを実装するにあたってどういったことが必要かっていうのが、まあ、6点あって。で、これがうまくいかなかったところがあるので、ちょっとそれについて相談したいというところですね。はい。じゃあ行きます。で、タブページとは何であるか。まあ皆さんよく見てると思うんですけど、この、まあこれ Firefox なんですけども、もうウェブブラウザーであるんですけど、まあここにこういう、なんていうんですかね、こういうタブがあって。まあ、いろんなページを表示できるというのはそういうやつなんですけども、まあ、タブとはドキュメントを切り替えて表示するための GUI ウィジェットである。一般的には長方形のボックスの中にテキストラベルを表示して、まあ、ここのボタンですね。でタブの選択によって管理するドキュメントを切り替えて表示する仕組みとなっている。まあ、これが Wikipedia の紹介なんですけど、まあ、タブというと水平のタブですね。あれとちょっと紛らわしいので、まあ、ここではちょっとタブページと呼んで、まあ、区別したいと思います。でこの見出しのところをタブボタンというふうに言いたいと思います。はい。で、タブページとはどういうところかっていうと、まあ、例えばウェブブラウザーであって、テキストエディター、まあ、僕が愛用しているリムなんですけど、で、ファイルマネージャー、これ Linux の標準のファイルマネージャーのオジラス、で、PDF ビューアー、まあ、こういったところで多数のソフトで採用されている GUI 部品であるというところで、まあ、ソフトウェアの開発、使い勝手のいいソフトウェアを作る、まあ、これ重要な GUI の部品じゃないかというふうに考えているわけです。で、例えば、まあ、Windows なんですけど、コマンドプロンプトとか、ノートパッドとか、で、標準のファイルエクスプローラーとか、で、ワープロとかっていうのは、逆にタブページという GUI の部品がないと、たくさんの情報をこうまとめてこうやるのに画面を切り替えないといけなくて不便だというというふうにちょっと僕は思っています。ので、タブページというのは、こういうイメージですね。これ動画なんですけど、こう、プラスボタンを押したら、この、まあ、言わなくても多分わかると思うんですけど、普通に使ってたら、ごめんなさい。こう、プラスボタンを押したらタブが増えて、で、ドラッグしたらこう動かすことができて、で、バツボタンを押したら消えるというふうな、まあそういったもん。で、あとオプションとして、こう、画面外にドラッグしたらそれが新しいウィンドウに出るというような、まあ普通に使ってたら多分皆さん、特に意識せず、使ってると思うんですけど、まあそういう機能がタブページというか、ものかなと思っています。で、これをまあ、文字列で表記したのがこれですね。ボタンがあってタブページを追加する。で、マウスホバーでバツボタンを押す。まあマウスホバーするかしねがあるんですけど、で、バツボタンを押したらそのタブページが消える。で、タブボタンをドラッグしたらそれを移動できる。で、タブボタンをドラッグして別のウィンドウにすると、それがまた別のウィンドウでポコッと上がるというふうな。で、こういったことを、この GUI に必須とも思えるような、そういう機能をキュートで実装したいなと。まあ、僕がこれから作る開発するアプリで、まあ、これはどんどんデフォルトとして採用したいなと思ってるんで、これをキュートでどうやってやるかっていうのをちょっとここ1ヶ月挑戦していました。で、続いてキュートでの開発の方法なんですけども、キュートで開発をするにあたって、まあ、大きく4つの方法があるかなと思ってます。で、まあ、これキュートのウィジェット、モジュールの話なんですけど、キュートウィジェットでいくか、で、キュートクイックでいくか、キュートクイックコントロール1でいくか、キュートクイックコントロール2でいくかっていう、まあ、大きく4つのやり方があるかなというふうにちょっと思ってます。で、このキュートウィジェットっていうのは C++ だけでいくってやつで、それ以外のキュートクイックとついてるやつは、キュート QML という、キュートの DSL というか独自の言語を使ってやるというような、まあ、そういうものなんですけど、で、これで何でいくのがいいかというと、まあ、今のところ僕が思うに、このキュートウィジェッツかキュートクイックコントロールズの2の2択しかないかなというふうに思っています。で、今回はキュートクイックコントロール2をどれで採用したというところで、ちょっとまあ、ちょっとその辺の話ですね。で、なぜ、こういう、この2択に絞られたかというところなんですけど、まあ、キュートウィジェッツっていうのは C++ で作るということで、まあ、キュート、昔から、まあ、多分キュートが 1.0 か多分あると思うんですけど、まあそういう昔から存在するキュートのベースのものっていうことで、まあこれはキュートを語る上で外せないものかなと。で、キュートクイックというのなんですけど、これはキュートの 5.0 から、まあ比較的新しくできたもので、まあ QML というJavaScript っぽい新しい言語で作るということなんですけども、まあキュートクイック団体であれば、その区形描画とか、まあそういう原始的な機能しかないっていうので、必要な部品は自作、この原始的な機能を組み合わせてラインを引くとかはなかったかもしれないけど、そういうのがあるので、結構これだけでいくっていうのは結構しんどいかなっていうところで、まあキュートカンパニーも多分その辺も考えているのか、で、キュートクイックコントロール1っていうのをその、
9と 5.1 次のバージョンからの登場しまして、でこれは何かと言いますと、ダイアログなど GUI に必要な、一般的に必要なものですね、ボタンとかダイアログとかツールバーとかそういうのを提供するような、そういったまあ便利なあのモジュールですね。ただしこれもあの当初からこのモバイル関係、組み込み関係のシステムではその性能が出ないということを、そういう懸念がありまして、でそれのために9と 5.11、まあ、割とここしばらく新しいやつですね。でここからとうとう配信予定扱いになりました。ということで9とクイックコントロール1というのはあのあまり推奨されないというふうなところですね、あの9とオフィシャルとしてね。でそれと変わって9とクイックコントロール2というのが9と 5.7 から存在しまして、で9とコントロールクイックコントロール1であのあったその組み込み系システムでのその性能がダメというところを改善されたというところと、あとスマートフォンなどのこういうモバイルアプリケーションでもなんていうかあのフレンドリーなそういう UI を持っているというところで、あのところでこの9とクイックコントロール2か9とウィジェットでいくのがまああの今の王道ではないかというふうに思うわけです。で今回はその9とクイックコントロール2を使ったとかですね、まあ、ちょっと僕もあんまり C++ 得意じゃないっていうのもあって、まあ、QMA の方があのすっきりしてて、まあ、こっちでやるのがまあいいかなと思って、とりあえず今9とクイックの方から勉強を進めているところなんです。で9とクイックコントロール2でやるとしそういうことにして、どういうかというかというか、あのこれがまあ今僕が作ったサンプルのイメージなんですけども、まあ、プラスボタンがあって、なんていうんですかね、あの、あ、終わっちゃったか、ごめんなさい、プラスボタンがクリックされてきて、で、ドラッグしたらこう移動できて、で、バツボタンを押したら消えて、で、これは僕の独自の機能なんですけど、ダブルクリックしたらこのタブページのタイトルの部分を変更できるみたいな、まあそういった機能を、あの、まあサンプルで用意しましたりとかね、まあこれが実装動作イメージですね。でこれを実装するのが結構思ったより難しかったというところなんで、でこれをどうやって作ったかというのは、まあ、9と 5.10.0 ですね、まあ、ちょっとあの9と 5.11 というのはあの割と最近出たんで、あの、まあ、ちょっとアップデートするのめんどくさかったね9と 5.10 で、まあ、開発してました。で、開発期間は前回の勉強会が出てからですね、そこからまあ休みの日とかも結構缶詰になってやったりしてたんました。で、ソースコードはこの僕の GitHub のこの Qt Example という、まあ、ごったにの中にあるんですね。ここにあります。で、まあ、僕はシンプル、とりあえず、まあ、これ試作なんで、シンプルに行きたいとかね。メイン QML1 ファイルでシンプルに実装させた。で、ドロップで別画面を作るっていうのは、ちょっとあの、これ難易度高そうだなと思ったので、とりあえず保留です。で、あと、タブボタンとダブルクリックでネーム実装っていうの。あと、まあ、ここのフォーラムで、あの、そのタブボタンを動的に生成するっていう、まあ、あの、タブの機能で、かなり重要なところの、サンプルがあったので、まあ、それを参考にしながらやりましたよというところですね。で、ここからまあ具体的にどういうふうにやっていったかというところのお話ですね。まあ、あの、社会説法かもしれないんですけど、で、タブページを実装するにあたっては、あの、タブバーとタブボタンっていう、あの、まあ、キュートクイックコントロール2で、あの、新しく用意されている、その、KML の型があるので、これを使いますっていうところですね。まあ、ポイントとなるのは、ここの、あの、あ、これですね。このカレントインデックスをこのタブバーとこのコンテンツのところのビューっていうんですかね、この辺僕もよく分かってるんですけど、ここで、ここのカレントインデックスをこのプロパティバインディングでここを同期させておくっていうところですね。まあ、これが大事っていうことですかね。はい。で、まあ、このタブバーっていうのがこのタブ全体で、このスワイプビューっていうのはこのタブの中のこのデータの部分ですね、ここをあの表すようなそういった作りになっています。で、ここのタブボタンでそのプラスボタンをまずここでは用意して、で、このクリックしたら、あの、動的にあの、タブのコンテンツをまあ作ったり消したりっていうのをやったりしますね。で、このコンテンツの部分なんですけど、サンプルではリピーターっていうあの型をよく使ってるんですね。で、ただなんかリピーターっていうのはこう中身のデータ共有してるのか、あの、タブページで削除すると全部消えちゃうみたいなことがあったんで、ちょっとこれはやめました。で、あと他にも、このコンテンツ部分はスタックビューとかスクロールビューっていうのが、あの、ま、こういう似たようなやつがあるんですけど、この二つはコントロール型っていう、あの、オブジェクト型を継承していまして、ちょっとこれは都合が悪かったですね。スタック、ビュー系の型で唯一コンテナ型だったスワイプビューですね。ちょっと今回はこれを採用しましたというところですね。まあ、ちょっとなんでこれになったかっていうのは、次のページで説明なんですけど。はい。で、タブページの追加ですね。今、ボタンまで作ったんで、これをクリックしたら実際にちゃんと作らないと意味がないので、でこれをやるっていうところですね。で、動的にその QML でこのオブジェクトを作ったり、削除するっていう
こ、まあ、ことなんですけども、まあ、一般的にやる場合ここのページですね、ここのページのなそれにやり方が書いてあるんです。ただ結構これあのめんどくさいっていうんですかね、あのごちゃごちゃしていて あんまり良くなかったので、他にいい方法ないかなと思って調べたんですけど、キュートクイックコントロール2 の, あのコンテナ型っていうのはあの、っていうやつがその動的生成と削除のメソッドがありますの でこれを使うと簡単にできるというところ でこの2つの、このコンテナ型を継承しているのがそのタブバーとスタイルビューなので、まあ、これらをうまく組み合わせるのがいいかなというふうに思って、作りました。はい。で、まあ、この動的に作るにあたってそのひな型みたいなのをコンポーネント型で用意しておく必要があるので、まあ、これはここで用意して、でそれをここのアットタブってさっき用意した関数ですね、でここにまあうまくこうタブボタンクリエイトオブジェクトっていうのでこれオブジェクトを作って、それをインサートアイテムでその指定した場所に挿入するみたいなことをやってます。で、まあ、このボタンの部分と何て言うんですかね、スワイプビューのこのコンテンツが2つなっていうかやらないといけないっていうので、まあ、これが、うん、ちょっとそこで2回書かないといけないようです。まあ、他にちょっといい方法があるなら、ぜひ僕も手探りなので教えていただきたいですね。で、最初のこの一番最初のボタンだけそのアプリケーションが作られたときに1個作るというようなことで、ここでコンプリートっていうのをやってます。はい。で、続いてその閉じるボタンですね。こっからちょっと自分で結構試行錯誤が入ってるんですけど、キュートのこのタブ、ボタン、タブバーっていうのはこう、使ったら分かると思うんですけど、このマウスホバーしても別にこのタブバー、閉じるボタンっていうのは表示されないんで、これ自分で実装しないといけないっていうところですね。キュートウィジェッツのやつだと、このなんか、どうやらデフォルトでこの閉じるボタンを用意してくれてるみたいなんですけど、キュートウィジェッツのキュートタブウィジェットだったかな、なんかそういうやつなんですけど、みたいな、これを自分で実装しないといけないんで、ちょっと面食らいました。というので、で、これをやるには、そのマウスエリアっていうのが、マウスの、操作をハンドルするので、でこの中にその、まあ、ホバーしているときだけそのこの閉じるボタンを、表示しますよみたいなのをやって、でこのボタン自体は普通のボタンで、まあ、バツボタンを持っているというような、まあ、そういうものですね。でクリックしたらその閉じるようなそういう、メソッドを用意しておきますという感じですね。はい、そういうことなんですけど、はい、で続いて削除の実装ですね。ここから急に難しくなったというか、なんで難しくなったかと言いますと、ちょっとまあ見えなくて見えないと思うんですけど、マウスホバーっていうのはこう現在選択しているタブページ以外のところでもこう表示されていて、そこをクリックしたら消えるっていうことをやらないといけないんで、なんですね、現在アクティブなやつ以外のものも操作しないといけないってことで、マウスでホバーしてるってやつの、この、現在のこのタブページの取得しないといけなくて、ちょっとそこが、なんですね、マウスの移動のたびになんかその座標の位置をなんか取得したりとかしないといけなくて、それがちょっとめんどくさかったというので、で、ここでその、やってることはその、なんですね、マウスの移動を検知して、で、それで今の現在、マウスの上にある、タブはどれなのかっていうのを、それ以上、まあ、取得するっていうのをやって、で、まあ、それをなんていうか保持させておいて、クリックしたら、その、現在のそのタブのやつを消すみたいな、はい、まあ、それをやってるんですけど、うん、ここが急に難しくなったとですね。で、このタブを消すと、なんていうか、またこの、まあ、バグかなんかわかんないですけど、その、タブの座標がなんかおかしくなって、なんかクリックしても反応しないみたいな、そういうのがあって、まあ、それは後でちょっと紹介するんですけど、まあ、そういうことをやりましたというね。で、続いてタブボタンドラッグですね。ドラッグして、こう、移動させるってやつです。で、これもちょっとめんどくさくてですね、ドラッグだけだと、そんなに、あれなんですけど、この、タブをドラッグ中に隣のタブの座標を超えたら、まあ、その場所を入れ替えるみたいなことをしないといけなくて、で、ドラッグ、それが、この辺ですかね。で、ここで、まあ、現在の、保持、タブのインデックスを見ながら、ね、それが超えたか超えてないかを判定して、まあ、超えたらひっくり返すみたいな、まあ、すぐこの泥臭いことをやってますね。で、ドラッグの本質的なところは、このマウスエリアの中のこのドラッグのなんかターゲットとかドラッグアクセスで、まあ、移動させる範囲を、指定したりとか、であとはドラッグを離したらこう、元の位置に戻すっていうんですかね、移動しなかったら元の位置に戻すみたいなことをちょっとここでやったりしています。で、これもドラッグもなんていうか、やってるとなんか座標がなんか変になったりして、ちょっとそれでなんか難儀しましたよって話ですね。で、最後にそのタブタイトルをダブルクリックしたら
タブのタイトルを編集できるみたいな機能なんですけど、まあ、これはまあ、できたらいいかなと思ったんですけど、でこれはどうやったかというと、テキストフィールドっていうのが、キュートの、テキストを編集するための機能があるので、これをタブボタン の上にかぶせて、でダブルクリックした時だけ表示するみたいな、まあ、そういうことをやってます。でそれでうまくやりましたよっていう感じですね。でまあ、これですね。まあ、これが作ったやつなんですけど、まあ、これで、プラスボタンを押したら、まあ、出てきて。あれ、なんかバツボタン気をつけてないな。あれ？なんか変だな。まあ、いいや。うん、まあ、これで、こんな感じでやるっていうふうな形ですね。まあ、うん。で、これ、こう、ドラッグして離したら元の位置に戻るみたいな。はい。まあ、こんなんやってましたよっていうことで。で、これが結構、問題点がありまして、まあ、バグがあるんですね。でタブページを削除したり移動したりした時に座標がおかしくなるっていうのがあるんですね。これがよく不可解な、挙動でして、例えば一番最初の先頭のタブをこうバックボタンで消したら、なんていうんですかね、今これうまくいってるようにしてるんですけど、例えばこれで消すと、ここクリック、この状態でタブ3をクリックすると、まあ、今ここちゃんと行くんですけど、これがちゃんとうまくいかなかったんですね。なぜかタブ2の方をクリックされたことしたことになっていまして、で、それがちょっとよくわからなくて、なんか、中の情報更新されてないのかなみたいな思いまして、で、仕方ないので、自分でその座標を更新するみたいなことをちょっとやりました。で、あともう一個、そのタブのドラッグをなんてね、高速でやると、なぜかこんな感じでこう、タブのなんて表示がおかしくなるっていうのがありまして、これもよくわからなくて、まあ、アップデタブ X っていうのはこんなシンプルな関数なんですけど、まあ、ここで座標を更新してでやってるんですけど、ここでこのキュートのこのウィンドウの幅をなんていうか修正するとなんかキュートが自動でなんかそこをきれいにやってくれるんで、まあ、このちょっとだけ増やしてでちょっと待ってちょっと元に戻すみたいな、こういうなんていうか、いや、できればやりたくないような、そういう処理をちょっと無理やり入れてるっていうところですね。で、これでうまくこう、見た感じで、大丈夫なようにしてるっていうか、例えばこう、なんていうんですかね、こう、高速で、やると、こう、まあ、すぐにわかるんですけど、今これ、その処理入ってるんで、大丈夫に入れてるんですけど、ちょっとそういう問題があって、これは、ね、キュートのバグなんじゃないかと思いながら、まあ、仕方ないので、まあ、こういう処理を入れましたんですね。で、あと、これですね、起動直後のタブタイトルの編集の機能ですね。ごめんなさい。これをダブルクリックしたら、こう編集できるみたいな、これ2番目の課題でいいんですけど、で、まあ、こう直せるんですけど、で、これが、なぜかその起動直後の、ごめんなさい。この状態、初回起動時のここがなんかうまく、こう、マウスカーソルがフォーカスされなくて、で、もう一回クリックしたらいけるっていうので、なぜこれだけダメなのかっていうのが、それがわからないっていうので。で、これ、こういう細かいところに結構時間が取られてしまって、難儀してますって言うんですね。あと最後が、この9と 5.11 でやると、なぜかこの表示が合わないっていうのですね。今のやつなんですけど、こう、ダブルボタンをダブルクリックすると、この編集に入るんですけど、一番上にテキストフィールドがあるはずなんで、下のタブボタンのラベルは消えるはずだと思ったんですけど、なぜか、で、9と 5.10 だとそれ問題なかったんですけど、9って 5.11 だとなぜかタブボタンのテキストが隠されずに表示されて、で、座標がなぜかそして微妙に合っていなくて二重に被って表示されるみたいな。うん。謎というか。まあ、これですね。このダブって表示されるっていうのはちょっと気持ち悪いっていう。で、これを9と5、まあ、最新してるんで9と 5.11 なんですけど、これを9と 5.10 にすると別に問題なく動くというところで、これはなんか、キュートクリエイター、キュートクイックコントロールするのなんかバグなのかなと思って、わかんないなと思いながら、こう、悩みながら、もうこれ以上やっても無理だなというところで、まあ、終わりましたよというふうな、そんなところですね。はい。以上です。はい。まあ、そもそもこのキュートクイックコントロール2でこのタブページを実装するとかっていうのが、ほとんどあんま情報なかったんで、あんまりそういうことをやったりしたいのかなっていう、そういう、感じを思いましたね。はい。コントロール数の 1. いくつだかのコードになんかそんなのが一時話題になってて、部下のサイトでコードというか QML で書いてくれてる人なんですけど、まあドラッグはできなかったんですけど。あ、そうなんですか。なるほど。
スに閉じたりとか新しいのを開いたりとかはできるんですか？何もか結局コントロール2になっていろいろ変えられているので、はい、多分そのまま利用できなくなって、その後どうしてやるのかちょっと話しながら話してみます。そう、まあキュートの、なんて言ってる、情報としては、このキュートクイックコントロール1は、廃止予定で、だからもう2を使うのがいいかなと思ったんですけど、どうなんですかね。あ、まだあそこまで安定してないのかな。よくわからない。はい。まあ、ちょっと。まあ、だいぶ安定してると思うんですけど、まあ、不具合があるかもしれない。不具合なのか、まあ、僕の作りが悪いのか、まあ、なんか。あ、そうですか。まあ、このなんかその凝ったことしないなら、この静的でいくならまあ簡単になんていうか、このステップの3くらいだったかな。そこまでだったら、確かにキュートクイックコントロールだと、スマートにできるなって、この移動させないで、このアクティブなやつだけ閉じるとか、機能限定していいんだったら、だいぶスマートにできるんですけど、ちょっと凝ったことをしようとすると、急になっていると難しくなって。はい。まあそうですね、結局先の金もなんとかしようと思ってどうしてもだからそこが難儀したので、まあちょっとこの後でもいいんで、なんかまあコードの作りもちょっと僕勉強 しながらなんで、ちょっとこここうした方がいいとかあったら、まあぜひなんか助言いただきたいなと思います。はい、ちょっと資料ゆっくり見てみます。はい、すいません。はい、まあ僕の発表は以上ですね。あんまりよく分かってないんですけど、あ、はい、質問ですか。例えばここで作られた機能、Android で使いたいとか言ったときに、はい、そのコードもらえば使えるですか。作ったタブのやつを。あ、まあ、僕オープンソースの版を使ってるんで、まあ、GPL か LDPL が適用されるんで、別にはい。あとはそのいいかと思うんですけど。パソコンだけじゃなくて Android とかにも試していました。それはまだまあ、これがなんていうか、そもそもうまくいってないところがあるんで、で、今、このキュートクイックコントロールでいくか、キュートウィジェットでいくかっていうのも、まあ、ちょっと、どっちで今後開発していくのがいいかっていうのも、そういうのも試しながらの状態なんで、まだアンドロイドは試してないですね。とりあえずデスクトップでちゃんと動くものを作らないと、作ってからかなというふうなところですね。はい。はい。まあ、はい、まあ、またいつでもいいんで、何かあったらお待ちしてます。はい、ありがとうございます。